こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、週刊中年ジャンプのストーンさんと株のコミュニティについて、ストーンさんの運営するね、株のコミュニティについていろいろとお話をさせていただきました。ところがですね、このズーム対談の前半のこの対談の様子がね、ちょっとこうデータ破損でですね、皆さんにお送りできないんですよ。そこでお話ししたのは、ストーンさんの自己紹介とね、家族構成だったりとか、それからコミュニティの運営がものすごく絶好調だということ、この辺だったですよね。で、途中ね、株のトレードと家族の関係どういうふうにしてるんですかっていうところからは、動画の方がございますので、今日はそのあたりからね、ラストまで、全体1時間ぐらいの対談だったんですけども、後半の25分、こちらの方だけでもお届けしたいなと思いまして、この動画に変えさせていきました。で、重ねてね、パソコンの不手際のこと、私の方からもお詫び申し上げますけども、でも同時に朗報もあります。来月もね、この株、このコミュニティの対談をしてくださるそうなんで、来月もね、もっともっといい情報を聞けると思います。ただしその前に、今回の25分とも言えどもですね、このストーンさんの株スクールが春から始まって、もうね、3ヶ月以上経ってるんですけども、絶好調なところ、この雰囲気だけでもお届けできればと思います。最後に、ちょっとね、プレゼント的なストーンさんからのメッセージもありますので、そちらの方もご覧ください。それでは、失礼します。VTR スタート。スマホでつなぎ直しました。あ、パソコンダメですね。そうですね、なんかわかりません。すいません。中断させてしまいまして。はい。はい。はい、ここから、すいません。はい、改めて、皆さんもおとどまりいただきまして、ありがとうございます。ストーンさんもすいません。よろしくお願いします。はい。で、株トレードの話ですけども、株トレードと家族の関係ですけども、はい、実際にお子さんに教えてらっしゃる中でね、お父さんいつも閉じこもって何やってんだっていうような雰囲気から、いや今ね、株ってのこういうふうにやってんだよみたいに、お話しされたと思いますけども、そのあたりからすいません、再開お願いします。はい、そうですね。そうなんですよ。一人で、まあ、最初はっていうかね、ずっと一人なんですけど、一人でやってたんですが、まあ、子供がですね、小学校入る前にちょっと始めてですね、まあ、その頃は子供もパソコンなんて分かんないんで、4年生ぐらいの時からですね、ちょっとパソコンに興味が出てきて、まあ、それで何やってんのって話になってですね、で、まあ、チャートのソフトもこうインストールして、で、僕のパソコンを上げてですね、で、今もやってますね。やってるってトレードはしてないんですけど、こういうふうに動くんだよみたいな話をしてますね。なので、非常にこう、まあね、妻とはそういう話しないんですけど、子供とはやっぱりそういうコミュニケーションも取れるのでね、いいかなと。で、何しろそのこれ教えておくとですね、教えてこうちゃんとできるようになってくれると、やっぱ自分でもできるんでね、それがやっぱりいいかなと思うんですよね。趣味でもいいと思うんですけどね、野球を教えてあげるっていうのも非常に大事なことなんですけど、まあ、それとは別というか、それに加えてですね、やっぱりこう自活ができるというか、技が自分でね、持ってるわけですから、そこは強いかなっていうふうに思っております。だからこのままちょっと続けてくれるといいなと思ってますね。はい。ね、私もね、自分の子供に FX はやっぱり教えていきたいなと思うんですよね。で、考えてみたら、進学とか就職とかっていうのは、まあ、お金を稼ぐためっていうところと、あとは自分の社会参画の意味でっていうところがあると思いますけども、特にお金を稼ぐっていうところに関しましては、投資を身につけたらもう心配しなくていいんで、例えば出世競争が嫌だったら出世競争参加しなくてもいいし、まあ、なんか自分のね、本当にやりたい仕事、収入じゃなくって初任給じゃなくって本当にやりたい仕事を選べるようになるのかなっていう期待を持ってるんですよ。ただしあんまりそれをね、子供に追っかぶせすぎると負担になっちゃうかもしれないんで、まさにね、趣味ぐらいでも、ちょっとかじったぐらいでも、やってもいいかなっていうところがあるんですよね。本当プロになってやんないといけないとかになると、なんか星優馬みたいになっちゃうんでね、大リーグ養成ギブスみたいになって、なんか怖いお父さんになってもいけないんで、家族との関係も柔らかく保ちながらっていうところは私も同じように思っております。そうですね。はい、やっぱりでね、株のその勉強を進めていく上で一番大事だと思われる点っていうのは、ストーンさん的にはどういうところにあると思います？そうですね、やっぱりさっきもちょっとお話ししたんですけど、やっぱこう続けていくことが重要かなと思うんですね。まずはそうです、儲けるっていうのがまあ一番ではあるとは思うんですけども、その前にですね、やっぱ続けないとそう簡単にはやっぱ儲けさせてくれないんで、
ぱ続けていくっていうことが大事かなと思います。それにやっぱりこうね、やっぱ大きくかけたりとか、もうすぐに簡単に稼ごうとか、稼げるっていう、そういう考えをちょっと一回こう置いてもらって、できるようになったら戻してもらってですね、やってみようっていいと思うんですけど、やっぱりその、僕もそうだったんでよくわかるんですけど、もうすぐやっちゃおうとかね、なっちゃうんですけど、やっぱりそれは良くないと。それがやっぱりこう、諸悪の根源だなというふうに思いますんで、そこをやっぱりこう、ブレーキかけていくっていうのがいいのかなと思いますね。それをやるんだったらやっぱり勉強して練習した方が、絶対早回りっていうかね、急がばもあるじゃないですけど、そういうことになると思いますんで、ちょっとベタな話になりましたけど、まあ、結論はそういうことかなっていうところですかね。はい。いやー、これはね、何に関してもそうですよ。焦っていいことってあんまりなくって、だからといって、のんびりしておいてもいけないんで、やっぱタイミングは非常に大事で、どの辺までに、どのぐらいの自分になっていようかなっていうね、まあそういった組み立て方っていうのは、他の分野でも結構同じで、まあ例えば、彼女とデートするにしても、いきなりデートに誘ったらね、何この人ってなっちゃうんで、まず仲良くなって、普通の会話ができるようになって、お互いの好きと好みが多少分かるようになったときに、ちょっと食事でも行かないみたいなね。ちょっと次の日曜日どうみたいな感じだと、うまくいくのかなと思いますけども、そういうのに似ていたりとかね、しますかね。そうですね。確かに。まあでもやっぱりね、恋愛に例えることも多いと思いますけども、慎重かつ大胆っていう、この相反する2つの気持ちを持っていくこともすごく大事ですし、あとやっぱね、やっぱこう年齢的に、まあ私たち50前後になってくると、焦っちゃう気持ちありますね。だからその焦る気持ちをペースメーカーみたいに、自分のペースって焦ってるのか、それともちょっとのんびりすぎなのかってことを見ていただくためにも、コミュニティに入って、自分を客観的に評価してくれる人を置いた方がいいですね。そうですね。自分だけだと分かんないですからね。これがいいのかなってなっちゃいますからね。そうなんです。ただ不安になるだけなんで。そうですね。本当にね、悪いスパイラルに入っちゃいますから、やっぱ他者との比較、同じ投資家を目指す人との比較っていうのは非常に参考になるのかなと思います ね、 まあ競争じゃないんで、ね、なんかこう頑張れ頑張れじゃないんですけどね、やっぱ自分がどのくらいにいるのかっていうのと、うん、ペースがどうなのかっていうのは知ることできますからね、コミュニティに、はい、そうですね、そういう面はありますね、まあ、ですんでね、多分ストーンさんが運営されていて、毎週土曜日になんかみんなでね、お話ししようかみたいな、取り組みっていうのはすごくいいと思いますし、あとはやっぱり人数が少ないから、いつお問い合わせをしても返信がね、そんな3日後とか1週間後ってことがないと思いますんで、ちゃんとすぐ帰ってくるから、そういった意味では、ギャップ調整がしやすいのが、この小さなコミュニティの最大の利点かなと思いますんで、改めてね、株で何とかしようと思う方は、ちょっとストーンさんともっともっと深い仲になっていただければなと思うわけなんですけどね。それでですね、やっぱモチベーションを保つためにはどんなことすればいいかってなったら、いろんな話が出てきてまた長くなっちゃいますんで、これはまた別の時間に置くとして、今年の4月からですね、高校で金融の教育、これ授業でスタートするらしいですけども、これ皆さんご存知ですよね、やっぱりね。これについてストーンさんどういうふうにお考えです？そうですね、なんかこう、高校の授業でやるみたいですよね。で、うん、やっぱりその、まあ、なんで今そんなかね、投資なのかなとか今更と思っちゃうんですけど、まあいろいろ思惑はあると思うんですが、まあそれはそれで勉強されるといいと思うんですけどね。まあこういうもんだ、まあ、嘘は書いてないと思うんですけども、まあそれを使ってじゃあお金が増やせるかというとちょっと怪しいとは思うんですけども、まあ基礎としてそういうのはいいんじゃないかなと思いますけども、やはりですね、自分のお金を使って現生っていうかね、実弾を使って、お金を増やした経験がやっぱり一番強いんじゃないかなと思うんで、やっぱりまずはですね、トレードから始めるっていうのが一番いいんじゃないかなと思うんですね。わからないそのなんか金融情勢とかね、まあちょっとわかんないですよね。不動産投資にしてもわかんないじゃないですか。プロならまあね、あれですけども、そうではない人が大半なんで、そうわかんないことに自分のその命と同じぐらいのね、大事なお金をポイッとやっちゃうというのは、それもちょっと無責任だなというふうに思いますので、まずはそのトレードっていうのをやって、すごくいろんなことが分かりますので、その大事なお金をどうやって、ね、こうやっていくのかっていう、仕事とは違 う、 こう考え方っていうのが出てきます。あれですよね、久保さんも社長なんで、すごく共通点あると思うんですけど、会社経営みたいな感じ
じゃないですか、トレードにしても。なんかこう、ね、経費使わないとお金が入ってこないしみたいな、そういった面があると思うんで、まあ、非常にそういうのいいんじゃないかなと思いますね。だから、やっぱりその学校で勉強するっていうのは、すごくとっつきやすくなるんでいいと思うんですけども、それとはまた別に、本気でやるっていう、これからね、高校の時にその授業で教えるっていうのは、なんでかっていうのよくわかんないんですけど、うん、まあ、この先でも考えてみると、就職するとこも怪しくなってきましたよね。大企業っていう、日本の産業自体が、もうだいぶ減ってますよね。電子産業なんかなくなっちゃいましたからね。うん、だから次も車も危なくなってきてるんで、うちの子供なんかの就職はどこにするのかなみたいなね、とこがあるんで、まあそういった面もあるんでね、投資っていうか、まあ、そのトレードっていうことから始めてですね、お金を増やして、それからまあ不動産でもこういうね、分かってきたところでやったらいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。まあ、なのでそうですね、質問は、そのね、学校でまあそれ教育されるってことなんですけど、まあそれはそれでいいとして、まあ自分でもやられたらどうですかっていうことでしょうかね。はい。いやでもストーンさんね、高校生の、まあ、息子や娘たちがトレードを学校で学ぶってことは、そのお子さんを抱えるお父さんお母さんもちょっとトレードに興味出していかないとやばいなと。だから全体的に投資が身近になるんではないかなという気はしますし、まあ、そもそも投資って結構私たちの人生になんか身近だったのかなと思うんですよ。例えばどの学校を選ぶかとかね、どの事業を取るかとか、誰と付き合って誰との交際を断るかみたいな人間関係の作り方も、全てどんな情報が入ってきてどんな思いをしてっていうのは、まあ言ってみれば投資的な考え方ができることが結構多いのかなとかね、まあしまいには最近はね、親ガチャとか言って生まれた時にチャンスねえよみたいなこと言う人がいるんですけども、それはちょっと言わない約束にしてもらいたいですよね。まあけど、投資っていう世界は本当にね、何ですかね、スカンピンからでも登っていける世界だと思いますんで、何かね、特殊な能力がなければ、プロ野球の選手にはなれないし、特殊な能力がなければ、東大に行って官僚にもなれないしっていうものではなくって、それに比べると投資っていうのはもう全ての人にそのチャンスが渡されてますんで、あとは本当は自分の内側をどう鍛えていくかっていうことに尽きるのかなと思うんですよ。そういう意味では投資ってのは私はすごく平等だなと思うんですよね。何にもないところから這い上がっていって大金持ちになる方法がもしあるとしたら、投資以外はちょっと考えられないなっていうところですね。確かにそうですね。はい。でね、今まで株トレードをやっていて、ストーンさん的にね、あ、これ良かったなって思うことってのがあったら、ちょっと今日ご参加の方にシェアしていただきたいんですけど、いかがでしょうか。はい。そうですね。まあ、あらかたお話ししちゃったんですけども、やっぱりこう、時間が取れるっていうようになるっていうのがすごくいいなと思いますね。で、その、このトレードの技術をこうね、身につけちゃうと、ずっとってことはあるんですけど、まあずっとだから勉強と練習していかないといけないってことなんですけどね。まあその練習もですね、旅行先でもできますし、ノートパソコンさえあればですね、まあパソコン、スマホでもできると思うんですけど、まあパソコンでね、ノートパソコンがあればですね、どこでもまあ練習も勉強もできますしね、これ非常にいいなと思うんですよね。時々なんか、ちょっとどっか連れてってみたいな話もあるんで、うちも。なんか旅行とか行ってもですね、パソコン持っていけばですね、まあちょっとね、ずっと一緒ってことじゃないんで、ちょっと時間を取ってですね、喫茶店とか入ればね、いろいろできますんでね、すごく自由な時間がすごく増えたなっていう。かね、はい、でお金も入ってくるというところですごくいいなと思いました。はい、ありがとうございます。確かにね、私たちストーンさんとか私とかが10代の頃って副収入っていうと疲れた体に鞭打って、会社が終わった後にまあコンビニでレジを打つとかね、家庭教師をするとか、ね、まあ深夜の道路工事にガードマンとして登場するとかね、全部時間と体力吸われるものばかりで、まあ続かないんですよ、これは。はっきり言って、体力使うものと体力使うものを掛け合わせて、本業、副業ってのは続かないんですよ、これは。まあせいぜい1ヶ月ぐらいの話なんで、これは非現実的だなっていうふうに思いながら、今の時代を迎えたわけなんですけども、トレードってのはね、確かに体力取られないですし、知識は増えていくし、で、時間はね、それほど取られないんで、私もね、トレードを、なんかその2歳の息子
膝に乗せたままトレードとか相場解説とかやってますけども、別にできますんでね、それは。まあ最大限環境に左右されない副収入があるとしたら、まあトレードになってくるのかなっていうのはね、やっぱこれは私も利点だと思います。まあ旅行先でも当然今インターネットもあってできますし、スマホのすごくテクノロジーも上がってきましたんで、もう遜色ないですからね、この辺でも。うん、まあなんせその場所に行かないとできないっていう制約がないだけでも、かなり収入源としては広がっていくなと思いますね。はい、ありがとうございます。でね、今回この株スクール、株のスクールをされてるわけですけども、実際にじゃあ勉強していこうかなと思ったときに必要なものってのはどんなものがあると思います？そうですね、必要なもの、そうですね、気合と根性ですか、ね、違いますね。必要なものって本当に少なくてですね、なんかこう最初にこうお金いっぱいかけてなんかをこうやんなきゃいけないとかそういうことなくてですね、パソコン1台あればできますね。パソコンと、まあ、あと細かく言うとチャートソフトがあるといいかなって感じですかね。はい、まあ、それでできますね、それだけでできますんで、非常にこうお手軽というか、でお金もだからかかんないんですよね。強くなって勝てるようになってお金がどんどん増えてきてですね、まあ証拠金がすごくもう1000万2000万1億ってなってもですね、パソコンの数が増えたりモニターの数が増えたりってことはないんですからね、やってること同じなんで、そこがだからすごく夢というかね、実際にそうなるんで、これはやっぱり仕事とは違いますよね。仕事って同じ仕事やっててもやっぱり同じ効果しかできないんですけど、一人だと。でもパソコンがあればですね、パソコンっていうか、まあ株とか FX っていうのはそういうところがやっぱ違うのかなってところですね。だから技術を手にしちゃうと、やっぱりそれを鍛錬していけばですね、増えるというか、もうギュッとこう上がっていくわけですよね。その辺がやっぱりこう年取ってくると、やっぱりこう先ほどね先生おっしゃったように、こう体力的にも難しいんですけど、マウスがこう動かせればできるんじゃないかなっていうねところですね。車椅子でもできますということですね。はい、だから必要なのはパソコンがあれば、まあ、おおむねできるんじゃないでしょうかね。はい。はい、ありがとうございます。まあでも冒頭に言われたね、気合と根性ですか。やっぱ気持ちの面ってすごく大事なんで、絶対にこの投資で自分は人生を切り開いていくんだとかね、家族を養っていくんだとか、諦めないぞっていうのは、やっぱり持たなければいけないのかなと思うんですよ。ただし、気合と根性だけではダメですからね。だからこうパソコンももちろん必要なんですけども、そう、勝つための技術っていうのはもうすでに技術をね持った人から教わってインストールしていただければ、あ、もう株式市場っていうのはね、その一定の法則で動いてますんで、その法則を知ってその法則に逆らわないように相場に合わせたエントリーと利確損切りを繰り返す、ただこれだけだと思いますよ。損切りと利確エントリー、これ以外にやることあるかって別にないんで。裏技ないですね。うん。裏技ないですもんね。ないですね。裏技結局ないんですよ。ないですね。うん。だから裏技を探し出すといろんな商材買って終わりになっちゃう。行き止まりですよ。何にもないですよ。本当に。うん。だからきちんと導いてくださる方とね、やっぱり一緒にその相場の世界を歩いていく。で、失敗も全部自分の中の蓄積された知恵とか知識とかになりますんで、まあ、早めにね、実弾を込めてないときに、実際のお金を入れてないときに、たくさんたくさん失敗して、あ、これが失敗なんだ。じゃあどうやったら失敗じゃなくなるのかなってことを繰り返していくことによって、勝利への道が開けていけると思いますんで、その時までね、失敗続きで諦めるんじゃなくて、失敗続きはいいんだというふうな気持ちの転換をしていくことと、やっぱりね、上級者の方でも、悩んでいるんだ、苦しんでいるんだ、のたうち回っているんだってところを見てほしいなと思いますね。そんな楽勝でポン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 勝ってるわけじゃないですから。そうですね。はい、ありがとうございます。ではですね、時間も来ましたので、そろそろまとめていこうと思いますけども、今日は本当、ストーンさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、これね、もう早速 YouTube の方に、多分今日トラブルがあったんで、自信がないんですけども、撮れていると思いますんで、ストーンさんと詳しい話をね、したいんだよとかね、もっともっと話を聞きたいんだよって方はどういうふうにすればよろしいですかね。あ、そうですね、メールの方に株の件ということで投げていただければお答えします。お答えしますというかね、対応しますんで、メールアドレスがですね、こちらですね、
ちょっと書いておきました、今日は。お、ありがとうございます。あ、これ逆になっちゃうんですかね、これ。見えます？大丈夫です。大丈夫ですか？はい、はい。こういう感じなんで。で、どうしようかな。どうすればいいですか、これ。いや、これでいいんじゃないですか。あ、いいですか？大丈夫ですか？はい。もうこれで十分書き取れると思いますんで、はい、そんなに文字数も多くない、ね。これ、録画されてるんですもんね。録画されてると思います。そう、今日は自信がないです。はい。あ、大丈夫です。で、あとですね、まあ、ご質問とかいろいろあると思うんですけども、それとは別に、まあ、メールいただいた方に、もう皆さんにですね、まあ、プレゼントもちょっとご用意しております。はい。ですね、簡単に勝つ方法があります。それじゃない裏技ですか？今日は裏技の紹介を違う。そうじゃないんですね。2週間ですね、2週間、僕のそのコミュニティに入っていただいて、まあ、その間でいろいろちょっと知っていただこうかなと思いまして、基礎動画とかそういうのもありますんでね、お話を、まあ、コンサルっていうとちょっと上から目線であれなんですけど、今どんな状況でこういうふうにやりたいんだっていうのをおっしゃっていただければですね、そういうのは対応してませんとかですね、これはこうやったらいいですよっていうお話ができると思いますんで、うん、ご相談いただければですね、いいんじゃないかなと思います。で、まあ、ちょっと2週間っていうね、ちょっと中途半端な時間ですけども、その間ですね、さっきの土曜日のちょっと勉強会とかですね、あとメールとか、うん、動画のやり取りなんかもできますんで、株にね、興味あるとか、ちょっと始めてみたいって方はですね、おっしゃっていただければ、気軽におっしゃっていただければいいと思います。先ほどのメールアドレスに、送っていただければ対応いたします。はい。どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、すいません、私の方で、パソコンのトラブルがあったんですけども、それを除いてはすごく有意な時間になって、で、時間を追うごとに参加者も増えてですね、なぜか本当にありがとうございます。ありがとうございます。株っていうのは本当ね、どっかの雲の上の存在じゃなくて、私たちのほとんどが株式会社に勤めてます。アルバイトでも正社員でも。ということは、この株式市場の上に乗っかってるまさにプレイヤーなんですよね。まあ、ですんで、それを労働で終わらせて株式投資をやってる人の餌食になってしまうのか、それとも労働してる人の、まあ、上に立つわけじゃないんですけども、自分も労働者の一部としてね、レバレッジを効かせる意味で、例えば自分の勤めてる会社の株を買って、自分の働きで自分の会社の株を上げるみたいな考えもとてもいいと思いますしね。そうすると仕事にも張り合いが出てくると思いますし、なんで頑張らなくちゃいけないのかっていう意味も見えてくるかと思うんですよ。まずはね、自分の欲望を叶えるために打ち込んでみる。それが株式投資であるっていうのは、私はね、すごく、早い最短距離と言ってもいいぐらいの方法だと思うんですよ。で、再度ね、ストーンさんの株スクールを私の方からもお勧めしてですね、今回のこの放送を終わっていこうと思いますけども、ストーンさんから最後に一言皆さんに声をかけていただいて終了したいと思います。よろしくお願いします。はい、今日どうもありがとうございました。やっぱりこの技術ものなんで、やっぱりね、技術がついてしまうと、これ技術をこうどっかに忘れてくることないんでね、やっぱりこう、ある一定の時間だけ頑張ればですね、こうできますんで、簡単にとは言いませんけど、簡単にではないんですが、一人でやると結構大変ですけどね、みんないて一緒にやると、やっぱりこう、同じようにこう行くと思うんでね、スピードはもう皆さん違いますけど、確実にこう行きますんで、で、そんな難しいもんでもないんですね。やっぱりお金がかかってるんで、さっき言ったみたいにこう、続かないってことがあるんですけれども、まあ、テレビゲームなんか皆さんやったことあると思うんですが、あれなんか繰り返し、ただで、まあ、ただじゃないですけどね、できるじゃないですか。ゲーセンで100円入れればもう一回できますから、まあ、ゲーム機持ってればただでできますからね。で、それ繰り返せば必ずできるようになるのと一緒なんですよね。同じ画面の情報しかないわけですから、同じなんですけど、やっぱりお金がかかってくるんで、長続きしないってところがあるんでね、その辺の、うまい具合に、こう、スピードを緩めたり、早めたりっていうことを、ね、皆さんでこう、コントロールしていけるんで、一人でやるのはやっぱり全然違うかなと思います。はい。で、皆さん近いんで、そんなに、僕のコミュニティで何万人もいるわけじゃないんで、ね、仲間としてやっていただければいいかなと思いますので、ぜひですね、メールの方をいただければですね、幸いでございます。今日どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ということで、本当にね、改めてですけども、ストーンさん、こんなお人柄ですから、本当にユニークで、それで熱心でね、私も本当に素晴らしい方に出会ったなと思っております。ぜひね、株で月収1000万を目指してない方、
ね、あ、とりあえず3万5万の副収入が欲しいんだよって方はうってつけですから。でゆくゆくはね、副収入30万50万みたいに増やしていけばいいじゃないですか。それはもう証拠金とあと自分の力とのバランスですから。いきなりね、月収100万ははっきり言ってそこまで投資に充てる金額はお金ないと思いますんで、それはないです皆さん。とりあえずね、3万5万が難しいと思うんだったら月に3000、5000でもいいじゃないですかね。確実にお金が投資で増えるっていう体験をしていただいて、次のステップ次のステップ次のステップっていうふうにやっていただければよろしいかと思います。で、どうしても月収1000万が欲しい方はちょっとストーンさんの株スクールでは間に合わないんで、高額なね、あの株スクールを探していただければいいと思いますけども、ちょっと聞いたことないですけど、そういうところはね、はい、でも1000万2000万も1000円からいかないといかないですからね。そうですよね。絶対お金あっても1000万は稼げないと思いますんで。そうです。あの株の場合はやっぱり順序がありますからね、はいはい、まずはあの僕のところ取っていってくださいね、はい、その通りです、その通り。本当にね、ぜひね、株スクール、ストーンさんの株スクールを通過してもっともっと広い世界に出ていってもらいたいと思いますけども、ちなみにこの株スクール、なんかかっこいいタイトル、なんかそろそろタイトル、そう、もう早1年ぐらい考えてるんですけどまた、なんです、ちょっと考えます、はい、まあ、前回も考えますって言いながらできてないんですけど、はい、はい、まあ、一応ね、ストーンさんの株スクールということで私も呼ばさせてもらいましたけども、その辺もあの、なんですかね、コミュニティ運営の楽しみですから、タイトルを知りますけどもね、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、皆さんどうもお疲れ様でした。遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございます。また YouTube の方に投稿しますので、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。さよなら。